はい、皆さん、こんにちは。今回もブルーを着ておりますということでね、ブルーな話題ですみたいな感じなんですけども、本日ですね、本日の日本時間でいうと午後、1番ぐらいに動画を配信させてもらいましたけども、ちょっとね、中3日ぐらい空けて、ちょっとね、手元の仕事がブワーッと来ちゃったもんで、マリナのお客さん大変よみたいな感じでですね、まあ3日間ちょっとね、動画上げられなかったんですけども、4日ぶりにちょっとね、動画を上げさせてもらいました。でね、その時にもちょっとね、お話しさせてもらったんですけども、ちょっとね、キアラ問題に関しては、お伝えしたい内容があるといったようなことでね、ちょっと予告はさせてもらったんですけども、今回は、キアラ問題に関する話です。はい、でですね、ちょっとね、仕事やって疲れちゃって、いつものね、喫茶店に来て、これはね、私の大好きなこれカプチーノですね。普段はねアイスカプチーノなんですけど、今回はねホットのカプチーノをいただいております。ということで、まあどうでもいいんですけども、私ねカプチーノは 大好きなものですから、毎日のごとくねカプチーノを飲んでおりますっていうことなんですけど、はい、でですね、早速ね、今回の話題、キャラ問題に関してですけども、まずね最初にお伝えしたいのは、はい、明日ですね、また文春法出ますよっていうね話もねお伝えさせてもらいます。でね、その明日文春がどういった内容が出るかっていうのは、一応ねこの動画の後半部分でお話ししますので、ぜひね今回のこの動画に関しても最後までご覧くださいっていう感じなんですね。はい、でですね、それと合わせて今回ちょっとお話ししたい内容は、このキアラ問題なんですけども、なぜ大手のね日本のメディアが報道しないんですかって言ったようなね、やっぱりマスゴミなんですかみたいなね、ちょっと話をねさせてもらいたいなと思います。あとはね、やっぱりこのキャラ問題に関して、やっぱり政権がね、なんか今現在の岸田政権が関与して、警察に対する圧力をかけたんじゃないんですかみたいなね、これの内容は、先週の文春がやっぱりね、暴露しておりますけども、そういったような話もさせてもらいます。ということで、今回ちょっとお話ししたい内容に関してもね、いつものごとくこんな感じで黒板にまとめてあります。はい、でですね、今ちょっとご覧になっていただいている通りですね、さっき言ったようにね、なぜ日本のメジャーなメディアを報道しないんですか、これだけね現在あの文春が頑張ってるでしょという中でですね、文春がこのキャラ問題口火を切って、やっぱりどう考えたとしてもですね、他の大手メディアも報道しなかったらおかしいでしょと。だって日本のさ、政権の中枢にいる人がですね、こういったような問題を掲げちゃってるわけだから、どう考えたってね、おかしいよね。で、あの先日のその日米韓のね首脳会談でもさ、あの岸田さんの後後ろについていったでしょ、みたいな感じだったですよね。あれ見た時も本当に私も最初驚きましたけどね。はい、という感じで今回お話ししたい内容ですね。ちょっとね、本日出ていたね、これアイラドット記事にもね、ちょっと書いてあったんですけども、まあそこら辺の話とね、このなぜメディアが報道しないのかっていうことも合わせてね、お伝えさせてもらいます。でですね、まあ今はちょっとね、箇条書きで書いてある分、皆さんにご覧になっていただいている通りなんですけども、やっぱりメディアがね、まず警察に忖度をしてるんじゃないかっていうことがメインですね。というのはね、今現在もう皆さんご存知の通り、今現在ね刑事告訴されているですね、あの露木現職の警察庁長官がね、刑事告発されてるっていうような話ですけども、まあいずれにしてもね、それを置いといたとしても、現職の、警察庁長官がこれは事件性がないなんていうことを言ってるわけですよ、明確にはっきりとね、といったようなことを言ってるゆえにですね、要はこの事件に関して立件される可能性が非常にね、可能性として低いんじゃないかということも大手のメディアも当然わかるわけですよね。そういったようなことで結局ね、ちょっといろいろ下に書いてありますけど、今現在ね、各大手の例えば新聞社はお金がないだとかね、結局優秀な記者はどんどんね、マスゴミの内容がゆえに辞めちゃうだとかね、辞めてそれこそフリーのジャーナリストになって、それこそこういった YouTuber になってね、どんどんそういったね、真実を伝えていくみたいな、そんな感じの今現在 YouTube ですよね。で、まあそういったようなこともあると。で、要はですね、お金もないので、そういった立件されるかどうかわからないニュースを取り上げても、結局無駄になるかもしれない。故にそういったようなことがあるので、大手のメディアはね、まず報道ができないのではないか、みたいなね、こと。なおかつですね、
まあ警察のね、今現在内政、今さっき言ったように警察庁の現職の長官がそんなことを言ってるわけですよ。でそれに逆らってね、実際に記事を出すと結局ね、警察のね、内政長官が言ってるわけですから、警察の機嫌を損ねて、自分のね、メディアだけ得をし、すなわちね、他のメディアはね、いろんなその他の、刑事事件をいろいろ報道しているにもかかわらず、結局ね、そこのメディアだけはですね、結局警察から毛嫌いをされ、されて情報が入らずにね、得落ちしちゃうみたいなね、そういったような今度リスクがあると、まあわからないでもないけどねっていう感じですね。であと真ん中に書いてあるのは、さっき言ったようにね、実際に、今現在のメディアにおいてはなかなかですね、その優秀な記者の方もどんどん辞めちゃうといったような事実がある。なおかつ、文春じゃありませんけども、そういったようなことでね、もしかしたら立件されないような記事を出すことによって、結局ね、木原さんもしくはその周辺からね、名誉毀損、今現在ね、文春においてもね、木原さんサイドとしては立憲民主のヒアリングの時に、ね、刑事告訴しましたみたいなことがね、報告されておりますけどね、今現在なんか新しい情報だと不起訴してないと、検察側も起訴できないみたいなね、受理をしていないみたいなね、そんなような状況みたいなのでね、結局検察側だって分かってるわけでしょ、これ怪しいってね、ことがね。だから故にですね、木原さんの刑事告訴の内容、いまだに受理をしてないみたいな内容も出てきてるわけです。いやいやって感じですよね。まあでも今回のね、案件に関して大手のメディアはなかなか報道しない、故にね、さっき言った得落ちになるかもしれない、なおかつね、警察に毛嫌いをされるかもしれない、警察に毛嫌いをされて、自分のところにそういったようなね、他の、情報が入ってこなかったら得落ちしちゃうみたいなね。でなおかつ名誉毀損で訴えられたら、そのね、立件されないような無駄な、もしかしたら無駄になるかもしれない記事を、まあ人件費かけて使ってですね、なおかつ名誉毀損されたら余計裁判費用がかかるみたいなね、そんなようなことで、結局リスクリスクリスクみたいなことを、気にしているマスコミさんたちなわけですね。まあそれだけ言ってもなんかね、イライラしますけど。でなおかつね、当然ご存知の通り、木原官房副長官は今現在の木原政権の非常に重要なスポークスマンを担っているわけです。結局は木原さんに関してそういったような報道を出すとね、結局今現在の政権の岸田首相に対してもね、結局反旗を翻すじゃありませんけど、矢を向けるような形になっちゃうわけだよね。で、結局ね、まあ岸田忖度じゃありませんけども、結局岸田さんに忖度をして報道を控えるっていう可能性もあると。言ったようなことですね。まあこういったようなことが、あるいはね、まあ、ちょっと一番最後に書いてあるのは、そのメディアの内部、さっき言ったようにですね、政治部がこれから情報をもらえなくなるっていうようなことを忖度してですね、要はその同じメディアの内部の社会部に対して本件をね、ぜひ報道しないでほしいみたいなね、内部的な圧力もあるかもしれない。まあそういったようなね、いろんな原因があって、実は大手のメディアが今回報道しないんじゃないかといったね、まあこの辺はね、あくまでもそのね、想像的な話ですけどね、想像的な話だけど、まああえて言うとね、やっぱりマスゴミ君たちのね、忖度メディアなんで、忖度メディアさんなんですかみたいなことをどうしても思わざるを得ないような状況であるっていう話ですね。はい、でちょっともう一点ね、ちょっと次のページ。一番下に書いておきましたけど、一応ね、あいらがね、今朝方にちょっと記事を出してたので、そこら辺をね、私も参考にさせてもらっておりますけども、例えばですね、今回の木原さんの事件が、その2018年当時、当然その時はね、木原さんはまあ政調 副会長であったわけですね。ただ入閣しているわけじゃありませんから、その木原さん、その政調 副会長の政治家の一人の木原さんが、その警察権力に対してね、捜査を中止しろなんていうことが本当にできるのか。でドライブレコーダーではね、俺がなんか手を回していたからみたいな話が出てきてるわけですよね。でもその当時の政調副会長が一人でそんなことができるんですかということに関して、疑問が呈されているわけですね。でこれはちょっとね、本日のそのアイラドットの内容であったんですけども、2018年当時はね、安倍政権だったわけです。で、その安倍政権、当然ですね、その後に、実際に総理大臣になられた菅さんがね、官房長官を務められていたわけです。で、当時ですね、ちょうどその、レイプ事件でね、伊藤詩織さんの話がありましたよね。で、もともとこのね、
ね、その、レイプ事件でね、その捜査状が発行されるであろうとね、その山口さんに対して発行されるであろうというふうに思われてたんですけども、当時のもともとね、菅さんのその元秘書で、まあその後にですね、警察庁の長官になった、出てきましたよ、中村いたるさん。この人もいろいろありますけどね、その中村いたるさんが、当時の刑事部長に対してね、この捜査状、山口さんに対する捜査状の執行を止めたというような話、これに関しては、当初からですね、その安倍政権、すなわち、ね、菅さんと非常に、ね、政権中枢のね、なんていうんですかね、いろいろ関係があった、この、ね、結局ね、その山口さんに対して、忖度を聞かして政府が動いたんじゃないかみたいなことも、疑惑が取り沙汰されていたんですけども、やっぱりこの時もね、大手メディアは沈黙していたわけですね。といったようなことを考えると、さっきも言いましたように、非常に今回の木原事件というのが、このね、しおりさん、伊藤しおりさんのレイプ事件と似通った構造になってるわけです。要はね、そういったような形で、結局ね、大手のメディアが忖度してるんじゃないのみたいな話ですね。もうなんかこういったようなことをやっぱり話を蒸し返してみるとですね、やっぱりね、日本のメディアおかしいよねっていう感じですよね。で、まあそういったようなことで、この中村いたるさんなんですけども、結局ね、中村さんを通じて、この当時の官房長官の菅さんに対しても、この木原夫人に関するね、検査の捜査のね、手が伸びてい いるっていうことを、まあ、当然中村さんからね、当時の官房長官の菅さんに伝えられていたのではないかみたいな話も当然想像できるわけです。それゆえにね、やっぱり政権からの圧力があって、その、木原さんの話に関してはもみ消されたんじゃないのみたいなことが、あくまで想像ですね、あくまで想像ですけども、そんなようなことも考えられるといったようなことですね。なぜならば、菅さんは当時ね、木原さんを非常に可愛がっていたみたいなこともね、よく言われております。まあそんなようなことがあるかなとね、要はちょっとね、この真ん中辺に書いてありますけども、伊藤しおりさんと同じような事件構造になっている。もちろんね、事件の話としては全然違うような話ですけども、なんか似てるなみたいなね、ことが言われているというかね、想像できるわけです。はい、それでね、一番ね、その後半に書いてある部分は、まあここら辺はね、もしその、警察がその政権に、現政権にですね、忖度を聞かしているということであれば、ここら辺の後半は先週の文春が暴露しておりましたけども、この暴露もすごいけどね、本当に文春はどっからこれ持ってきてるんですかっていう感じですけど、全くそんなに情報がない中でこんな記事上げるわけじゃないんで、すごいよね。今現在の官房副長官の、今度はね、栗生さんですよ。栗生さんがね、この、現在の現職の露木、警察庁長官に、どうにかしてやれよって言って、それによってですね、結局ね、今度は火消しをしろっていうようなことで、露木さんがこの今現在の重松刑事部長に対して言ったみたいな、火消しをしろみたいなことを言ったと、故にもみ消されたみたいなことも文春が先週暴露しておりました。で、こういったようなことをね、考えてみると、さっき言ったように、その伊藤しおりさんの事件と非常に似ているような形で、やっぱり政権サイドが警察署サイドに圧力をかけて、もみ消されたんじゃないかみたいなことも容易に想像できるっていう話です。はい、これはね、あくまでも想像的な話です。想像的な話ですけども、十分ね、なんかそういったようなことも考えられるんじゃないかなっていうような、今回の事件ですね。はい、そういったようなことで、まあここら辺まではね、ちょっとまあ昨日までというかですね、前回の特に文春法の記事をベースにした、まあどちらかというと創造的なね、話ではあるんですけども、はい、これを受けてですね、ちょっと冒頭でお話ししましたように、今週の文春法です。また明日ね、電子版が先に出ますけどね、紙ベースでは木曜日に出ますけど、それがですね、実際に出るのはね、ちょっと待ってね、まあこういうやつですね。はい、でですね、明日のね、週刊文春電子版はこれが出ますよっていうようなことでね、やっぱり3つ大きな記事が上がっております。で、キャラさんの問題に関してはね、真ん中編、キャラ事件の続報ということで、実名告発取調官が…すなわちね、
これおそらくは佐藤誠さんですね。佐藤誠さんがまた文春に新たなね、話をされたんじゃないかなっていうことが、これは勝手な私の想像ですけどね、そんなようなことが想像されますね。で、そういってね、また新しい話がね、この木原事件に関して文春法が炸裂するかなっていうようなことで、ちょっとね、これはどうなのかなということで注目度が大きいと思いますね。あとは、ね、一番上はね、今日もね、ジャニーズのね、人生の会見があったようですけども、はい、ジュリー社長がついに退任へ、みたいなね、これもまたね、ちょっと大きな話だね。これもちょっとね、明日ね、電子版が出た時に、大きな話だったら私も動画上げたいなというふうに思っております。で、特集ではね、はい、安倍元首相は何者だったのか、みたいなね、はい、そういったようなことが実際に明日のね、週刊文春電子版で出ます。で、これはね、いつも言ってる通り、あくまでも有料記事で出ますので、私の方でね、やっぱり今、いの一番で、動画を上げ、特に木原問題に関しては動画を上げさせてもらいますけども、ただ、やっぱりね、あくまでも、その講師だけね、お伝えさせます。やっぱり有料記事で、そんな、バンバカバンバカ全部が全部ね、お伝えするわけにいかないので、まあ、講師の部分はお伝えしますので、これもね、私も毎週のように言っておりますけど、文春こんだけ頑張ってるからさ、ぜひね、例えば木曜日に、書籍、書店でもですね、コンビニでも週刊文春が出ますので、それをお買い求めになってもよろしい、ね、お買い求め、してもらってもよろしいんじゃないかなっていう気がいたしますし、もしくはね、私も登録してますけど、これちょっとね、月2000円でちょっと高いんだけど、このね、文春の有料記事の登録、これをすればね、毎月、実際の文春よりも1日早くね、まあ内容が見れるというようなことですね。まあそういったようなことです。まあいずれにしてもですね、さっきね、ちょっと前半部分でお伝えしましたように、本当にね、現政権がその警察に忖度を聞かしているのかっていうようなこととですね、やっぱり何といってもね、これ安田種夫さんという方が人命をなくされているわけですよ。そういったようなことに関してね、本当にその政権が圧力をかけて捜査がもみ消されたみたいなことだったらとんでもない話ですから、やっぱりね、まあ、ご遺族の方が言われているようにね、涙の訴えがありましたけど、真相は実際にはっきりさせなきゃダメというふうに本当に思いますという感じですね。はい、といったようなことで、ちょっとね、本日までの情報と、あとはね、明日の、このね、文春法何が出るのかっていったようなことに関してもね、事前にちょっとお話をさせてもらいました。明日また皆さんお会いしましょうね。それではね、バイバイ。